はい、皆さんこんにちは。シティーズスカイライン2プレイしていきたいなと思います。前回ですね、一通りあれだね、なんだっけ、メガロポリスまで、まあ一通りプレイして、まあ大体ね、まあこのゲームの流れが分かったんで、またね一からね街づくりをしようかなとまあ大体分かってるつもりだから、はい、また最初からちょっと作りたいなということでですね、まあシーズン2みたいな形でですね、またやっていきたいんだけど、まあどれでやろうかなと、まあ悩んでたんだけど、まあ若干マップ増えたよね、最初の頃よりね。まあいいや、とりあえずですね、で、今回ですね、このね、いろいろ悩んだんだけど、このバリアアイランドでやっていこうかなと。まあ前回はこれかな、リバーデルタでやったのかな。ということで今回バリアランドでやっていこうかなと。で、まあ、アンロックだね。まあ、一通り、もう最初から使えるような状態から始めていこうかなと思います。ということで、早速。いや、いいね。これやっぱさ、また最初に戻るのがいいよね。なんか、また最初から作っていく瞬間が楽しいよね。なんか、すごい、あれだな。あれ、こんな感じ？あ、そうそう、こういう、なんか、島になってて、なんか楽しそうだったから、これでまたプレイしたいなと思ったんだよね。ということで、ちょっと最初からね、タイルがめっちゃ変えるらしいから、一通り、ですね、広げやすいように、これいくら、まだ全然金が最初から結構あるのがちょっと やりやすくていいよね。まあ、こんぐらいちょっと買っといて、広げといてですね、やっていこうかなと。で、まあとりあえずですね、資源だね。資源が、まあ農業が結構多いのかな。まあ土地は良さそうだね。で、まああと林業的なやつと、まあ油脈もあんのかなって感じだね。まあまあそこそこありますよと。で、あとあれだね、風向き。もうこれね、散々ですね、以前、痛い目見たんでね、もう住民がうるさいの、うるさいの。大気が悪いだの、うるさいだの。だからね、こういうちょっと風向きはね、大体見て、これ、まあ大体こっちから左上に吹いてるから、まあ上の方に大体産業エリアとか作って、うるさいやつ作って、まあ右下の方だね、まあここら辺に住宅を作っとけば、まあ住民からのですね、苦情はあまり来ないんじゃないかと。これもね、ほんと気をつけないと、すげえみんな文句めちゃくちゃ言ってくるようになるからね。ということで、ちょっとまあある程度ですね、まあ最初の基礎的なものを引いといて。何これ、なんか丸の、すごいね、これ丸っこい、これ池になって、水バグ、ここが単純にこれ水になってんの、これなんかすげえ気になる。あ、これやっぱ水なんだ、すごいね、水がありませんってなってる、これ単純にバグってんの、これこれ水あるよね、これ水じゃないの、なんか変になってるわ。まあいいや、まあ、ちょっととりあえずなんかこれなんかぽっかり空いてるから変だなと思ったけど、まあいいや、やっていけばわかるでしょ。あ、上引けるもんねまあとりあえず気にせずいきます。んで、ちょっとこういうのね、これ最初からこういうなんかさ、せっかくこういうのあるけど、こういうのね、ちょっと壊したいよね。俺は使わないんで、これちょっと一回壊します。まあいいや、これは、はい、ということで左上の方にですね、最初に産業エリアと、あとあれだね、まあ、発電所とかをここら辺に建てようかな。まあ、ここだったらね、住民は文句を言わないので、OK。さあ、発電所、まず電気がないことには何もできないということで、まあ、最初はなんか石炭でいいでしょう。原子力を最初から作ってもなーって感じだよね。とりあえず石炭ぐらいで最初はいいんじゃなかろうかと。まあ、ここら辺にボンって作って。ポン、オッケー。さあ、ということで、まあこれ水の流れはどうなってるの？すごいね。あ、まあ大体、こう来てんのか。はいはいはい。まあいいや。まあ大体でいいや。まあ水汲んで、とりあえずですね、ここら辺に水作ろうかな。これちょっと水辺にね、道路を持ってきたいので。ここで汲んでしまうか。面白いとこ見つけた。これで行こう。ちょっとここで組みたい。よし。これちゃんと取水できるよね、ここね。ちょっと待って、どうなってる？なかなか変なんだけど。やめようか、これ。なんかめちゃくちゃ怪しいわ。蓋持ってっといて。カーブしとくか。こうして。まあ、こういう感じで、ここら辺で組もうかな。よし。OK。OK、OK、OK。よしよしよし。で、水汲んで、で、これね、最初からお金があるんで、もうちょっとね、やっぱね、いろんなね、環境を考えてですね、最初から排水処理施設を作ろうかなと。
まあここら辺の近くにですね、ここ作っとけばいいか。とりあえず発電所の横あたりに作る。 OK、 よし、これで水電気はいい感じで、まあ進めながらですね、まあ住宅の需要も出てくると思うけど、とりあえずは住宅エリア大体の場所作っていきたいよね。どんどん移住させよう。よし、これでだんだん需要が増えていくと思うから待ちつつ、オッケー、いいよ、だんだんこれで需要が増えてきてるから、まあ、ちょっとずつね、この低密度を当てて、あーでもあれだね、中密度高密度いい感じに来てるね。じゃあ全部バランスよく立てようか、こうやってね。はい、高密度もちょっと立てといた方がいいか。はい、よし、 OKOK で、まあ、左上をね産業エリアにしたいので、まあ、ここら辺でいろんな産業を作りたいんだけど、そうだな、先にカーブして道いろいろ作っとくか。 OK、 あ、そうそうそう、でね、まあ目標はね、とりあえずね、前回はですね、このメガロポリスまで作るっていうところまでやったんだけど、まあ今回はですね、まあ特別目的はない作りたいところまでとりあえずのんびり作っていこうかなと、はい、思ってます。よし、そしてどんな感じで作ろうかな。うわ、なんかすげえ変だ。待ってな、カーブにして、まあ、沿わせる感じでちょっと作るか。で、こう伸ばしておきたい。OK。んで、これでまた。OK。まあ、これで産業エリアをちょこちょこです。あ、待って、資源どうなってるの？ここ農業やな。そしたら一回こっちに産業してポツポツ立てていこう。いや、いいですよ。 OK、 低密度のいいね、住宅の需要が増えてきてから、ちょっとずつ低密度またね立ててあげようと。これにして、はい、いや、いいよ、よしよし、いいですね。もうこれやっぱさ、街がでっかくなってからやるのもいいけど、やっぱまた一から作るのいいよね。はい、なんかこの街、何もないところからまた都市ができる感じが好き。いい感じだと思う。OK。よし、どんどん進めようか。で、まあ最初からある程度あれだな、診療所とかも建てといた方がいいと思うから。病院とか診療所建てといて、あと警察だね。警察とかも必要になってくるから、こういうのも一通り立てとくか、お金あるからね。と消防本部ね。そしては学校だね、小学校も立てとこう。よし、これで最初は困ることないよな。どこにも住宅がないんだよ、みんな気づいてる。大丈夫だって、今建設中。すげえ、ちょっと建てる場所間違えたな、これダメだねこんなところにさ、いけや、まあいいか、こういうのあるよな。バランスは悪いけど、なんかこれ外、なんかもっと外側建てりゃよかった今思った。ちょっとこれ邪魔。 OKOKOK、 いい感じ。そしてなんだっけな、これグリッドで建てると楽だった。グリッドどうやって使うんだろう。こうか、あ、そっか、こういうことか。こうやって伸ばしてけ。
ある程度最初はこんな感じで、よし、これでまあどん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 ですね、低密度が最初からすげえ需要増えるから、移住者を増やそう。まず37人しかこの都市いないからね。いいよ。でもこれがだんだん巨大都市になっていくからな。で、中密度もちょっと縦に。はい。これ何なんだろうね。やっぱ水なのか、これ。すんごいぽっかり空いてんだな。すげえいびつな感じになっちゃってるけどね。まあまあいいか。はい。で、まあ、とりあえずこっち側にもですね。それでいいか。打っといて。OK。で、ポツポツ商業施設も建てとくから。まあ、ちょっとずつね、これ需要が出てくるから。はい。農業もね、そろそろ作りたいね。ちょっと待ってな。これはいいんだけど、まあいいや、もうちょっとでかくなってからや。よし、どんどん増やすぞ。とにかく低密度をたくさん最初は建てるべしと。いや、いいね。ちょっとこれすげえけどな、でかさが。これ住民来てるわ。あー、でも結構16世帯か、まだまだ、だって135人しかいないからね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いや、いいな。やっぱ最初が好きだな。じわじわ増えていく感じがいい。うん。ちょっとずつね、商業エリアも。よし、これで、ちょっとずれた。まあいいや。結構こういうの気になるけど、前どうでもいいや。よし、そして OK。 産業もちょこちょこ。まあね、でもこれ最初ね、産業増やし続けるとさ、従業員不足とかすごい出ちゃうからね。学歴がね、やっぱ学校も大事になってくるからね。小学校足りてるよね。まだ全然だからな。高校も太鼓、あ、もうそろそろ高校も建てとくか。どこら辺建てようかな。高校、ちょっと待って、高校のエリア作っとかね。Has anyone seen my keys? My keys? What? We're in the air? Boom! Oh! Oh!Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. ちょっと気に食わんな。 I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. I shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old hornbuckle mobile, please. Oh, good. Here they are. Well, never mind then. Thank you for listening to Second Movie. A housing shortage is driving up prices in the area.さあ、いいよ。めっちゃ低密度の授業増えるわ。はい。Welcome, Professor. So, a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? さあ、ということで、ちょっとオフィスも建てたいんだけど、ここら辺オフィス建ててしまう。Which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. 産業。なあ、産業な、あんまり需要があってもそんなにね、最初は増やさない方がいい。やっぱいい気がするんだよね。雇用の雇用者がね、すげえバランスが悪くなるから難しいんだよ、ね。OK、でも302人来たな。まあでも最初は結構あれだね。最初から金あるって結構楽だよね。いろんなもんが建てられるから。これなん、なんか変な感じになってすげえ気になるんだけど、これ道路通れてんのこれ。変な感じになってるよな。よし。まあいいや。ということで。建てといてと。
おし、あ、でもいいね。348人来たわ。で、まあいろいろね、公共交通機関とかもさ、どうやって建てていくか、また考えたいよね。何をさ、主力にしようかなって考えるけど、結局ね、何が一番好きって地下鉄なんだよね、俺は。地下鉄と、やっぱり、タクシー、バス。鉄道まあ鉄道も大事か。でも地下鉄の方が作りやすいんだよな。やっぱ地下通せるからね。鉄道だとこう上にこうね、路線引かなきゃいけないから、結構それはそれで考えるんだけど。まあいいや、それはね、次回以降考えればいいかな。はい、ということでですね、とりあえず第1回。はい、まあちょっとね、ベース、まあ、あれだね、最初の一歩は踏み出せたんじゃないかな。とりあえず374人来たんでね。はい、今後はですね、この街をですね、徐々に発展させていこうかなと。やっぱいいよな、最初好きなんだよね、これ何もないところからね、こう街がね、都市が徐々に大きくなっていく感じがね。はい、ということでね、また次回以降続きをやっていきたいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。